皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、10月の24日、11時52分、本日、ホームページ淡井圭介の履歴の、YouTube 一覧表、まあ、パソコンの画面で見たら多分上から4行目ぐらいにあると思うんですけども、まあ、そちらの方で、まあ、淀川の上流の河川、宇治川、その上流をたどっていくと、天の瀬ダム、まあ、ちょっと名称を今言い間違えてるんですけども、まあ小さい径が入るので、まあ、ちょっと よくわからない。で、その上流が、瀬田川で、その上流が琵琶湖なんですね。で、片や木津川があって、木津川の上流は京都府の、高山ダムで、もう一つの大きな河川が、桂川、まあ、上流に日吉ダムというダムがあるダムです。で、2013年に、まあ、宇治川で河川の氾濫などがあったり、京都の嵐山で河川の氾濫があったんですけども、台風が、まあ、和歌山大阪を通りながら京都府を通りながら滋賀県を通って、そこから、やや東、まあ、北東ですね、北東に向かって、まあ、進んでいった台風があったと。これが9月16日2013年の、時です。で、その時に、その琵琶湖からの、まあ、とりあえず仮名称、天ヶ瀬ダムなんですけども、私が撮影した、昨日撮影した内容を見てもらったら分かるかと思うんですけども、まあ、ダムの水は、その、満水まで20メートル以上、もっとあるかもしれませんね。30メートルぐらいあるかもしれません。まあ、それぐらいの、水位だったんですけども、その台風の時って、琵琶湖がもう溢れ返ってる状態で、水が一気に、そちらの、ダムまで流れてきてる。まあ、距離にして10キロ以上の距離はあるんですけども、河川の、まあ、長さなんですけども。まあ、そこは、琵琶湖まで続いて全て満水になっている。それまでの合流河川も、その同じ水位で、その上の方のところまで全て満水になって、結局、放水しなきゃならないっていう状況になってるんです。で、桂川の上流の日吉ダムも放水してるんですよ。それで、結局、まあ、淀川は河川の氾濫はなかったんですよ。あの川幅がものすごく広いので、あちらは河川の氾濫はまずありません。ただ河川の、芝生の通り道だとか、ああいったところにゴルフ場を設置してるんですね。そこは水没しました。でもそれはある程度仕方がないと、まあ、そういうような覚悟で、いていただいたらいいと思います。で、私の提唱する河川水門開閉式ダム発電と、特に琵琶湖の地下水流トンネル発電が出来上がれば、そちらの方で、まあ、水の排水などが行われますし、あと日吉ダムにしても、まあ、天ヶ瀬ダムにしても、まだその高山ダムに関してはまだ見に行ったことがないので、まだ何とも申し上げられないんですが、その天尺湖と天ヶ瀬湖に関しては、常日頃からある程度の水が貯水された時点で、排水して発電すると。まあ、こういうふうな形になってきます。で、まあ、それも、その下流の3つの河川が合流したところの、平方大橋というところで、河川水門開閉式ダム発電を、作る予定で、そこは継続してずっと、1×1 の、地下水流トンネル発電、まあ、数百メートル、もしくは、キロ超えるかもしれません。水量がすごいですから、それぐらい先まで設置できるかもしれません。そのタービンをずっとギア比を上げていって、ずっと回していく形を想定しています。だからそれに合わせて、
あらかじめダムの水を、放流するような形になってくると思います。もちろんその放流した時に発電します。で、それがある程度、稼働する形になるので、基本的に夏場の、お盆休みじゃない時、お盆休みの時は工場が止まるので、電気の使用量っていうのはだいぶ、お盆休みの時だけ一気にガクッと低下します。ただし、やっぱり夏場なので、エアコンを各商業施設では使われているので、スーパーマーケットとか、ずっと空いているところが。だから、まあ、一般家庭でも、エアコン使われる方は使われています。ですので、夏場の昼間の1秒間の発電に関して、約1億キロワット。これが日本の最大の発電量なんです。ですので、じゃあ、琵琶湖の河川水門開閉式ダム発電をどういった時に使用するかって言ったら、これが先ほど言いました枚方大橋と、その天尺湖とか、天の瀬ダムの、併用になってくると。要するに、そこの枚方大橋のところの 1×1 の、その、もしかしたら1キロ、2キロまで続くかもしれない、とんでもない水圧がありますから、その、ところをずっと稼働させていって、で、それプラス夏場、要するに、まあ、正直まあ7月ぐらいからもう気温、大抵のところは最高気温30度に達してきて、まあ8月に向けてだんだんそれが超えてくるっていう形になるので、まあ河川水門開閉式ダム発電、琵琶湖から日本海に向かってのところを、まあ7月からお盆休みまでの間を使用して、でお盆休みが終わった後、工場がまた稼働するときに、また、まあ9月半ばぐらいまで、稼働させると、まあそういうような形になります。で秋と春に関しては、使用する電力っていうものが極端に、夏場と比べて、減ります。3分の2以下、半分ぐらいです。ですので今のところはまあ原発があるので、だからまあそれらができれば正直日本中の火力発電所を多分止めれます。もう私の見立てで。でその YouTube 一覧表で、その2013年のその台風が来た時にどれぐらいの水量になってるかっていうのを見ていただいたら分かるかと思うんですけども、あと、今年から5年前だから2018年の台風の災害があったと思いますけども、その時もとんでもない、水量が発生してるんですね。だから普段から琵琶湖の水をある程度使用したりすること、発電することによって大雨が降った時に琵琶湖の水が溢れ返らないようにすれば、安心して河川水門開閉式ダム発電とかを安定して使用できると。だまあ余分な水の使い方をしないっていう形で、物事を運営できると、まあ、こういうような形になってくるかと思います。ですのでまあ私の見立てでは原発プラスそれらで、ま、関東と関西のその電気のその電圧のシステムがちょっと違う内容で、ま、どちらかちょっと忘れましたけども、片一方がアメリカで片一方がドイツ製なんですよ。だからその辺のところで、まあ同じ規格に合わせれば、まあ関東と関西の電力はまあ融通できるんですけども、まあけど関東の方は関東の方で正直その大きな河川いっぱいあるじゃないですか。でその辺のところをうまくギア比を持っていって、まあ安定した供給で河川に水を流し込む。だからその一気に例えば毎秒ダムの放水って、すごい量放水するんですよ。1秒間で、100万トンでしたっけね。1000トンだったかな。ちょっと単位変わったら話が全然変わってくるかと思うんですけども、まあ、とにかく、とんでもない量を一気に放水するんですよ。仮に1000トンだったとしても、1秒間で、1分間で6万トンじゃないですか。で、
まあ、大きな河川っていうのは東京とかあと東北とか北海道に大きな河川いっぱいあるじゃないですか。その辺のところ河川水門開閉式生発電とかをうまく設置することによって安定供給がずっとできるようになるから、まあ、もしかしたら琵琶湖やその淀川のところで、まあ、関西の、火力発電所を全て止める。で基本的に熊本や沖縄に関しては、基本的に降雨量が多いということで、それはそれで、まあ、九州は九州で賄えるかもしれない。で四国は四国で大きな河川、信濃川などがありますから、まあ、あと他にも、いろんな河川いっぱいありますよ。それらを全てフル活用した場合、これもしかしたら火力発電すべて、四国は四国のエリアで止めれるかもしれない。だからまあ、まあ、これは、皇室の、まあ、なる人様だとか、まあ、文人様や、まあ、雅子様や、紀子様や、佳子様、眞子様、悠仁様など、まあ、武田恒康さんとか、あとまあ総理や国会議員の方たちにとってこれは喜ばしい、まあ報告であって、これはできますね、どう考えても。まあもしかしたら気象的に一時的に降雨量が極端にこう、まあ極端な話、まあまずないとは思うんですけども、その1ヶ月まるまる雨が降らなかっただとか、まあこれはなかなかまずないんですけども、まあそういう時に一時的にまだ稼働できる火力発電所を一時的に稼働させる、まあ、こういうような形でね、進めるかと思うんですよ。でまあ昨日アップロードした内容だったと思うんですけども、そのギア比のところですね。でそこのところで、力の係数が一定であればギア比をほぼ永久的に上げていけるのであれば、その琵琶湖からの、地下水流トンネル発電、これ例えば僕の最初の案では2メートル ×2 メートルのそのトンネルを日本海に向かって、まあ、距離がまあ22キロから5キロぐらいの距離になってくると思います、直線距離で。で、まあ流水スピードは多分、まあ、間にその回転扉が入ってくるので、その時速10キロかそれ以下になってくるかと思うんです。水圧はすごいと思いますよ。基本的に琵琶湖のダムの最高の水位は85メートルで、まあ、通常時はだいたい80メートルぐらいだと想定してください。で、一番、琵琶湖の底のところは海抜40メートルなんですよ。だ海抜40メートルからの傾斜付きでの、まっすぐのストレートだから、水が変に蛇行しないから、水圧でものすごい勢いがかかると。だから回転扉に関して、まあ、距離がだいたい、まあ、まあ、仮に25キロとしましょう。ものすごい数の回転扉を設置できるわけじゃないですか。で、一つの回転扉で、まあ、タービン、そのトンネルの大きさに合わせて結局タービンの大きさが変わってくると思うんですよ、タービンとコイルの。だから、例えばシールド工法だったら、基本的に今一番大きいとされているものが、直径16メートルほどのものだと思うんですけども、まあ、もともと僕は、2メートル ×2 メートルの水路を想定していましたけども、基本的に継続してずっと流すことを考えると、1メートル ×1 メートルの方が良いかもしれないです。だから、この辺のところは、その、ギア比によって、すごく、高い発電量を、例えば1メートル ×1 メートルでも、135万キロワットの、大型原発の、タービン回せると。その限界値135万キロワットまで持っていけると。こうなってきたら、話全く変わってくるんですよ。それがずらーっと並ぶわけですから。25キロにわたって。
だから考え方としては、1×1 の方が、水の流れる量っていうものは少なくはなりますけども、その分水圧が長い間維持できますよね。っていうことは、その方がもしかしたらいいかもしれない。だから最初作るのは、トンネル工事だけ先進めてもらって、昨日アップロードした内容の京都の宇治側の、観光地である、ここ水がいっぱい出てきます、たくさん水が出てきてます、合流河川でって言ってたあの場所、地図を見せながら、この水色の点線は、これ多分琵琶湖から水を引いていて、ろ過器で大阪に供給している、その浄水した水の、そのろ過器の余った分が多分ここに排水されてきてると。だからそこを完全に周りを金属で覆うような形、コンクリートでもいいです。とにかく蓋をする。で、とにかく水が余分に逃げない形にして、その琵琶湖からの80メートルほどの傾斜プラス、そこに詰まってる水の量。そこに詰まってる水の量は、仮にその水道管の直径が1メートルだったとしても、距離が軽く10キロを超えますから、その水のかかるトンっていうのは、もうとんでもない量になってきますよね。多分万超えると思います。だから、その水圧があるから、もちろん、そこから、一般家庭とかで使用されている、水が流れ出ていってますから、かかる圧力っていうものは、そこまで全てを計算するべきではないんですけども、ただし、あの地点で多分135万キロワット、ギア比をいっぱいつけてあげれば、多分できます。っていうことは、それができるのであれば、日本海に向かって大量の 1×1 メートルのトンネルでも、135万キロワットの発電がものすごい数設置できるんですよ。っていうことは、電気自動車化が楽勝なんですよ。絶対できるんですよ。こういうことになってくるんです。あとは、その水を、その琵琶湖の 1×1 メートルかける1メートルの水を、どれくらい安定して1年間の間使用できるかということになってくると思うんですよ。そこはもしとんでもない発電量が維持できるのであれば、もしかしたら全ての原発なしで日本、もうそれプラス熊本も四国も中部地方も他の関西のところの河川も、もう関東も東北も北海道も全部、北信越も全部そうです。全ての河川、全て河川水門回式玉発電とかを設置した時の発電量を考えると、もしかしたら全ての原発止めても年から年中電力を得れるかもしれない。それプラス風力とか太陽光パネルとか、地熱発電っていうものは必要になってくると思います。だけども、それで原発止めてでもオール電化まで持っていける可能性があります。あくまでも今言えるのは可能性で、それをはっきりするのは、その京都のね、その宇治川の、その高は横幅10メートルほどの、橋のところから流れ出てる、安定した水の量、その琵琶湖からね、ろ過器通して水道管引っ張ってる、そこの排出口、そこで周りがね、ちょっと土地、空いてたと思いますから、そこに、大きなタービンとか、コイル設置できるじゃないですか。だからそれで、ちょっと今、外から大きな声聞こえてきたんで、ちょっと頭の中、飛んじゃったんですけど、それを設置したときに、全てがはっきりと分かると。な、先にトンネルだけ、工事、日本海に向けて穴掘ってもらうのでも、多分、10年ぐらいかかると思うんですよ。夜の原発の余ってる電力とかを使用して、特に春とか秋とかの。そうする形によって、無駄にガソリンとかを消費しないっていう形で、その間に、もうどう考えても1年以内に、
そんな、門とか、宇治川のところね、その135万キロワット本当にできるかどうかっていうところは試せるわけじゃないですか。仮にもし135万キロワットできなかったとしても、10万キロワットもし発電できたとしたら、やっぱりそれはそれでものすごいことになりますから、1メートルかける1メートルで、10万キロワット発電できたとし、135万キロワットに到達しなくて10万キロワットだったとしても、1秒間に。琵琶湖から日本海に向けて、これが何万基設置できるかっていうことになるんですよ。単位万ですよ。かける、それに1秒間の10万ですよ。ね。原発止めれるじゃないですか。それプラス風力と地熱と太陽光パネルがあるんですから。もしかしたらこれが1万キロワット止まりになるかもしれない。だったとしても、すべての日本中の河川で、河川水門回式ダム発電とかを整備したら、やっぱりこれは人類にとって話が全然変わってくると。この、石油の残存量が残り、技術的採掘可能埋蔵量が54年分、それも今から掘削していく量を含めて、深く掘っていく量を含めて、ガスの量は49年分という、ものすごく高いハードルをまるっきりチェンジできるんですよ。オール電化を交えつつ。だからその辺のところ、まあ、かまど発電も含めて、本当に徹底的に、高近年3年以内に徹底的に行いましょう。これで本当に世の中の方向性100%変わりますよ。今回の、この内容に関しては、まあ、皇室の先ほど名称を挙げた方たちも聞いてもらいたいですし、もちろん岸田総理とか内閣の人たち、各大臣の方たちにも、聞いていただきたいですし、国会議員の人たちにも聞いていただきたいし、ここも勢いつけて、もうみんなで、しっかりと連携図って、協力して、行っていきましょう。各その党同士での喧嘩なんか、もうそんなことしてる時間なんか余裕なんかないですから、とにかくこれしましょう。ということで、本日も、長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と、着信設定と、あと着信設定がわからない人は、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に、聞いて、しっかりと着信設定が来るようにしてください。もうこの間、昨日かな ?22 日かな?ちょっと1日、そう、昨日じゃなかったかな ?22 日かな?あ、そうですね、22日ですね。言い間違えてました。22日に、撮影しに行った、その内容はやっぱり当たりでした。夏場を越えて10月の、下旬で撮影した時に、水位が80メートルまでありましたから、琵琶湖。絶対できます。むしろ今まで大きな台風が来た時に、大雨が降った時に、琵琶湖の水が溢れ返って、その、天ヶ瀬ダムかな。まあ、小さい池が入る。まあ、その琵琶湖からね、その京都府通って大阪に水を、まあ、流し込んでる、ところのダム、その琵琶湖まで全部満水になってますから、あの距離。もう十何キロありますよ。河川多少蛇行してますから、まあ、15キロから20キロぐらいあるんじゃないですか、琵琶湖まで。そこまでの合流してる河川とかも満水になってるんですよ。その高さで。っていうことは、ものすごい水の量が使えるんですよ。もうだから、この間の10月22日の撮影っていうのは、本当に大成功で、ものすごい収穫ですね。これも経済的にもガラリと変わりますよ。ほとんど石油を輸入しなくて良くなる。オール電化が進むとガスもあんまり輸入しなくて済むと。ものすごい金額変わりますよ、貿易輸出入。まあ僕は権利者のその 2.5% 狙いで、その発電量のね、売電していただいた、まあ、大手企業さんに集まってもらって、お金出してもらって、まあ、その河川水門回式ダム発電と地下水流トンネル発電を作ってもらって、で、その2.5%で、その巨額のお金を僕は得て何がしたいかって言ったら、もう逆ざえでいいから、
小麦畑もみんな作ってっていうことで、もう面積に合わせて、例えば、まあ、小さいところでも、まあ、年収200万用意するからと。畑耕すだけで、その代わりガソリン使わないでね、人力で、クワで畑耕して、あと植えるだけだから人力でできるからっていうことで、で、例えば小麦に関しても、あのコンバインとかでね、あの刈り取ってそのまま、お米だったら、お米の部分だけね、こうきれいに袋の中に入れていくような、まあ、優れた機械はあるんですけども、それだとやっぱりガソリンを消費しちゃうじゃないですか。そこ年収しっかり渡すんだから、時間だってあるんだから、その代わりもう鎌とか、まあノコギリでもいいですよ、もう一本一本手でカットしていってもらって、あと手で、昔の人はそうしてたんですから、小麦のその実の部分を集めて小麦粉を作ってくださいよと。まあ、こういうところまで持っていきたいんです。あと小麦粉のそのすりつぶし方とかも、例えば水車とかの力を利用したら簡単に、すり機が回りますんで、昔のあの石の、ああいったものが回せますんで、だからそういうふうな、あの電力を本当に使わないで、生産するっていうところを逆ざやで、まあその 2.5% の話で本当にお金が入ってきたら、多分日本だけで、まあ、何千億円はいかないかな、 2.5% ですから、何百億円かがあれば、その 99% 以上のお金を使っていろんな人たちに農業の仕事をこれ頑張ってねっていうことでしてもらえると。で、広い範囲だったら300万、もっと広い範囲だったら年収400万円渡すから、絶対ガソリン使わないでここまでしてねって、でも約束破ったらもう他の人にその仕事回すからっていうような形で、持っていきたい。そうすることによってガソリンを使わないで、食べ物を作ると。まあ運搬に関してはさすがに、まあそこは、まあどうなるかわからないですけども、プラスアルファでお金出して、町の店頭にその小麦粉をね、まあスーパーマーケットに並べたりだとか、まあうどん屋さんとかに、うどん屋さんとかラーメン屋さんにそのおろすんだったとして、歩いてね、畑から歩いていろんな飲食店のところを歩きゃ1時間ぐらい歩いたら大抵のところはありますから、大抵の田舎でも、まあ電車利用して、例えばリュックサックみたいなものを背負って、例えば20キロぐらい背負って歩いて電車乗って運ぶとか、電車賃出してあげるからとか、そういう風な形でとにかく、ガソリンを使わないで、小麦畑、今もう577万トン輸入してましたから、ここ近年、去年だったと思います、2020年の可能性があるんですけども、まあ、とにかく小麦粉の輸入量が470万トンから577万トンまで100万トンほど増えていて、もうびっくりしました、本当に。どれだけ輸入に頼ってるんだと。これだけアスリートたくさん作ってと。だから、もともとアスリートの人たちとかだったら、あんな畑で耕すぐらい、ちょっとした面積なんか、もう僕がしていた時のその仕事の運動量から言わせてもらえば、1日で飽きて耕せるよって。あと楽じゃないって。あとは収穫の時とか、まあ、たまに畑見に行って、その、様子を見に行って、まあ、ちょっと、手入れしなきゃならないかもしれないですけども、基本的に楽なんですから。あと、することあんまりないから。で、あとは、小麦とかの刈り取りの時期。まあ、そこは、自力で頑張ってね、と。そうすることによって、太らなくて健康な体を維持できるんですか、運動してるから。こういう社会を、実現したいなと考えています。で、まあ、岸田さんとかだったら、もうこの話が届いてると思いますけども、その結婚希望相手、まあ、佳子さま1位ということで、まあ、一応その辺のところで、まあ、一応私の自宅への VTR では、その、
まあ、紀行様がおっしゃってたのが、家族になるんだったら助けてあげますって、まあ、私のその訴訟関係の件で。だからその辺のところで、本当に結婚したとするのであれば、その、皇室の方たちは、国家公務員という位置づけなんじゃないかなと私は思ってるんですよ。で、それで、まあ、国民の皆様の税金を使用してるんだったら、そちらの方の、売電したその 2.5% からのお金で、まあ、活動していただくと。まあ、これで、多くの国民の方も、納得していただけるんじゃないかなと思っています。まあ、もし、まあ、佳子様に振られたら振られたで、まあまあ、それはそれで、まあ、いろいろと、まあ、助け船出す。いただけたらなと思います。ということで、エネルギーの残存量問題に関しては、まあある程度解決の見込みがあるというのが、今回の結論です。あとは実証実験を行ってどれぐらいできるのかっていうところですね。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と、着信通知の設定と、あと身の回りの方に淡井圭介さんの YouTube で喋ってる内容本当に聞いておいた方がいいよっていうことを、教えてあげてください。これで貿易輸出にプラスマイナスで10兆円以上、差がつくのはもうほぼ確定的に、なってきてますので、ただしそれは皆さんの、鴨田発電とかも私の言った内容で進めてもらうと、河川の同社の書き出しも私の言ってた内容で進めていただくと、とにかくガソリン使わない人力でっていう形で、皆さんご協力のほど、よろしくお願いいたします。ちょうど31本、ミスタータイガースの、掛布さんの背番号31番、これもスポーツ界で、松井秀喜さんもアメリカ行って一番ホームランを打った時の数は31本なんですよ。兵庫県出身の読売ジャイアンツに行った坂本選手も、31歳で2000本安打達成してるんですよ。いろいろあるんです、31っていう数字には。神がかり的な力で自然とそうなります。以上です。